チャンネル今日はトレーニングデーですね。はい、あいにくの雨なんで、はい、室内トレーニングでございます。はい、あのなんかほらズイフトでさ、はあ、今富士昼前ちょうど3週間前なんですけど、うんうん、今日って今ズイフトでなんか富士昼のコースが流行ってるらしくて、うん、今マウント富士コースを、はあ、走ってもらってます。はい、雨やから走りたいんでしょ。そう、安心に行けないんで、あの部屋にはちょっとローラーをやってもらいつつ、今日はちょっと案件いただいたのでそちらをご紹介していきたいと思います。案件ですか。はい、こちら何これ、部屋にもつけてもらってる、こちらローラーするときに扇風機とかつけるでしょ。はい、いけません、はい、うちのお店ないんですわ。扇風機ないから今のこのネッククーラーなるものをつけてもらってるんですけど、今回このネッククーラー屋さんからねちょっと案件いただきまして、チャチャチャーン、ランボーさん、ランボー、はい、ランボーっていうネッククーラー専門店の専門店ってほんまにこのネッククーラーばっかり作ってはる会社さんなんですけど、からこちらのネッククーラーをご提供いただいたので、はい、こちらをご紹介させていただきます。結構なんか厳かなさ、すごいよね、あの箱に入っていまして、はい、まあまあ開けると操作ガイドが入ってて、はい、でまあ、本体が入ってて、あとまあ充電器だけっていう簡易な感じなんですけど、はい、こういう感じ、すごくないこれ。すごくないですか。なんかこれ開けてさ見た瞬間さ、うん、ロボコップやんと思って未来を感じるよね。そうロボコップ、えらいロボコップやんと思ったんですけど、スマートネッククーラー、はい、アイスライトっていう4月に、はい、4月に新発売になった新商品でございます。出たてやねんな。出たてですね、うん、特徴はと言いますと、はい、基本的にはネッククーラーなんで、私も結構簡易なやつ持ってたりするんですけど、はい、3000円とかで売ってるような、あーそういうのね、普通の、はいはい、もう風が出るだけのタイプのみんなよく夏とかに使うやつ持ってるんですけど、はい、これと一緒、一緒っちゃ一緒なんですけど、はい、いわゆるこの首にこうかけてですね、ここからバーッと空気が出るんですが、はいはい、めちゃくちゃ高機能でこれ、こんだけずっしり感があるだけに、そう、ね、AI 機能が搭載されているネッククーラーで、まあ、送風はもちろんなんですけど、はい、あと冷風、その冷風も温度調節ができる、はい、冷風、ここが冷感、あ冷たい、当たってるとこ、ここが冷感になってて、うん、AI が搭載されてるからスマートモードっていうのがあって、 AI モードにしていただくと周囲のなんか温度だったりとか、うん、湿度とかに合わせて風の感じを調節してくれるっていう AI モードもあります、はい、でさらにですね、これ夏だけじゃなくって冬とかにも使える温風機能までついてるんですよ、これ、ほうほう、あったかいのも出る、出るっていうかあったかくなるモードまでついてるんですよ。使い方も結構簡単で、アプリを使ってワンタッチやし、ボタンも1個しかないの、ここに1個だけついてるんですけど、もうすでにアプリから操作もできるし、これを短く押すと電源がつく、長押しするとモードが変わるんですよね。と青色が冷却、今冷却モードね、もうすでに風がこう出てきてるんですけど、ここから風が出ます。青色が冷却モード、赤色が暖房モード、暖房モードになるとここがねめっちゃ暖かくなるの、これ、これ当たるとこが、そう、ここがじんわり暖かくなって、うん、あの最高温度50度ぐらいまで上がります。すごいね。そうで、白色の点滅がスマートモードで、いわゆるこれあの環境に合わせて変わるモードになってます。で合計だから4つのモードがあるんですけど、
もうボタンこれ1個だけなんで、長押しするか半押しするかだけの2種類で、温度の調節はこのプラスとマイナスでするっていうだけの、ほんまにめっちゃ簡単なんです。私ちょっと今日寒いんで、今若干寒いんで、ちょっとお部屋寒い時さ、うん、体冷える時首温めると、うん、いいよね。そうですね、いいよね。そうですね、なんか一応ね、ここに画面がついてて、今なんか何度とかだったりとか、はいはい、何のモードでバッテリーがどれぐらいあるよみたいな、残バッテリーみたいなのがここで確認することができるようになってます。はい、はい、じゃあこれがアプリで、一応ほんまに一番最初に蓋開けたら、この操作ガイドのところにね、QR コードが載ってて、これ読み取ってもらうとすぐこのアプリをダウンロードしてくださいって出るんですよ。ほんならこの画面が出てきまして、接続しますからのなんか温度だったりとか、今だから冷暗冷却モードの25度ですね。もっと下げてよ。冷却モードの25度です。もっと下げますよ。最低気温が一応16度ですね。16度です。風速も変えれる。風速、今これがマックス。前回にして16度、これマックスです。前回にして、温風にしたろうか、温風にしたろうかな。やめてこんなにシステム揃ってるからバッテリー食うんちゃうかなと思ったんですけど、これバッテリーが6000アンペア積んでるみたいですごい。しかも 1.5 時間の急速充電で24時間普通に持つらしいです。何モードかは分かんないですけど、24時間持つのすごいですよね。充電も 1.5 時間でいいんやったら、これはね結構ね、外でも使えるし、それこそこれから夏暑くなってくるアウトドア系で、自転車乗りながらこれ結構、今さっき重さ測ったら 500g あったんで、実装はちょっとさすがにって感じなんですけど、別に自転車じゃなくてもさ、お祭り行くだとか、アウトドアに行くだとか、なんか農作業するだとか、なんかいろんなシーンでは使えるは使えると思います。で、私もうめちゃめちゃいいなと思ったら、もちろんこのネッククーラー、この夏すごい活躍することはもちろんやと思うんですけど、冬も行けるっていうのがよくない？それこそ私最近ほらシクロ会場についていくじゃないですか。あ、はい、で、そうそう、応援とか設営とかでシクロ会場行くんですけど、私自身は走らないので、寒いよな、一日寒いんですよ、ね、ほんまに寒さ対策どうしようかなっていつも思ってるぐらい寒いんです。首温めるだけで全然違うやん。マフラーいつもぐるぐる巻きでいきますけど、これつけといたらさ、冬もいいじゃないですか。そう、外のイベントの時とかね。で、今の時期とかも年がら年中結構、例えばこれからの季節クーラーガンガンの中でさ、パソコン作業とかする人とかって肩こってきたりとかするじゃないですか。そういう時にこうじんわりこう肩温めてあげるとさ、肩こりの緩和とか目の疲れの緩和とかになったりするじゃないですか。そうね、私結構あれ好きなんですよ、小豆の力。ああ、チンして温めてさ、ここ温めるやつ、あんな感じの代わりに使ってくれてもいいしみたいな。気になる重さ、ローラーで重さ、はい、ちょっとどうかなと思ったけど、思ったより気にならない。あ、思ったより気にならないですか。かな、うん、あるのとないの全然違いますよね。取ったら熱いな。いや、熱いっしょ、うん、ということで、ちょっとあと何キロ残ってるんです。21キロじゃん。あ、まだ結構ある。92キロかかる。ちょっとこのままローラー続けてもらって、ローラー終わった後にまたちょっと感想を聞きたいと思います。で、私はちょっと富士ヒリやりたくないから、普通に横で普通にローラーしときますね。ここからね、風が出るんですよね。風がすごい気持ちいいね。この自分自身はうるさく聞こえるけど、うん、あ、周り、そうそう、あ、私からした念案って別にそんなにガーとかないですよ、うん、うるさくはないですけど、もはやローラーの音がうるさいっていう、ね、はい、感じですね。はい、ちょっとしばらくローラーしてみます、はい、あと何キロですか。18っす。私20分だけやろう。え、2回しいや。何をですか。20分2回。嫌です。なんでやねん。いいわ、やらんといても、入らんといても入らんといてもいけるいける。
そのままでブロンズなんか取れるから。え？ブロンズ取れるから。今のところこのまま行くと私ブロンズ取れないんですよ。取れない？はい。荷物背負ってたからよ。ああ荷物分どうかな。ね、なんか様子見やったやん。ツールケースも入れたろうかなと思ってます。あ本番？はい。やろ？パンクやろ？え？え？パンク？ツールケース置いていく。あ置いていく。もうえみんな置いていくよ。ライトも置いていくよ。みんな置いてくるでしょ。置いてくよ。あ置いてくよ。背中にチューブとタイヤレバーと電動コンロだけで。それは持っていくんや。どうしよう持っていこうかな。いらないでしょ。パンクせえへんかな。もうなんかや終わったあったら終わりですよ。マジで。なんかあったらもう終わりですよ。辛い。あきないとまた来年です。え誰かの自転車。だから言わない。貸して。暴落すんの。ダンボールに書くわ。誰か自転車貸してください。お願いします。キッチハイクみたいな。そんなやつおる。それで貸してくれるやつはおった神です。いやな。あなたの自転車山頂までお届けします。あと半分やっちゃうよ。あっつ見てこの汗すごいな。見てこの汗やばない。汗だくやばいですね。などうもほんまどうも。いやすごいこの手の玉汗。スーシーやってる最中って結局何してても暑ないですか。いやでもないあってあるないは全然違う、うん、顔面からこう扇風機当たるのとどっちがいい。それがいい。それに勝るものはないよね。閉めたらさここさここめっちゃ冷感。ここちょっと多分画面じゃ伝わらへんけどここがめっちゃ冷感になってて。そうそう。でだから直当てしたらさでキュッてちょっと閉めたらめっちゃ冷たい。あのほんまにさ冷蔵庫に入れたてのさ冷えピタ張ってるみたい。それがずっと続くね。うんずっと続く。それはマジで気持ちいい。レストしてる最中とかさ乱れてない時は全然クールダウンできる。そうね。ローラーに絶対必須とかじゃないですけど何でも使えるからさ、うん、ローラーにも使えるし外行く時のアウトドアにも使えるし冬も使える。キッチン夏のキッチンキッチンいいわ。ここのメーカーさん、うん、このこういう肉クーラーばっかり出してはってこれが一番最新機種なんですよ。で前の方のなんかライトバージョンになってるらしくてちょっとなんか機能もシンプルになって軽くなったのかな分かんないですけど。でお値段もちょっとなんか安くなったみたいです。前の機種は5万円くらいしたみたいなんですけど今回のは多分 2,3 万で買えるくらいまで価格がなんかちょっと落ちたらしくて、はいはいはい、プラスあの概要欄に、チャンネルの割引コードを記載しておくのでそれを使うとさらにちょっと安くお買い求めいただけるそうです、はい、お色がこのホワイトと、ね、あのアイスブルーと2種類あるみたいです、はい、よかったらぜひぜひ購入してみてください。年中使えるもん。取ったら暑い。取ったら暑いね。取ったら暑い。やめてわかる。取ったら暑い。すごいね皆さん快適なローラーライフを。顔はすごい涼しいよ。チャンネル登録と高評価。よろしくお願いします。みんなも頑張れ。はい。